こんにちは。こんにちは。深掘り隊員の友田と牧野です。今回深掘りするのはラーメンのために生まれた小麦、ラー麦ということで、牧野さん、はい、ついにこの深掘りでラーメンのことを深掘りする時がやってきました。念願のラーメンですよ。念願のラーメンですよ。私、うん、高校3年間ラーメン屋でバイトしてたことがありまして。そうなの。はい、ラーメンへの愛は人一倍強い自信があります。じゃあ早速、はい、行ってみよう。行ってみよう。深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さて今回の深掘りワードはこちら、ラー麦でございます。来ました。もう麺類大好きな僕もとても楽しみなテーマですね。皆さんご存知の通り、福岡県は博多、長浜、そして久留米などに代表される豚骨ラーメンが全国的にも有名ですよね。この福岡県でラーメンの魅力をさらに高めるために作られたのがラーメン用小麦、ラー麦なんです。今回はラー麦というのがどういうふうに開発されたのか、ラー麦を使用した麺にはどういう特徴があるのかというのをとことん深掘りしてきてもらいたいと思います。リポーターは友田くんと牧野さん、深掘り頼んだ。深掘り。こちらの栗木商店さんでは何をされてるんですか。はいはい、私どもは明治30年に創業しました製麺会社なんですけども、乾麺、生麺、インスタントラーメンと、そういうものを作ってるんですけど、もちろんラー麦を作っております。あ、はい、そうですよね、はい、その他に筑後手作り村というところで麺打ち体験をやっていた。体験もできるんですね。いいな。なかなかラーメンを作る体験っていうのは、ね、食べることはたくさんあるかと思いますけど、ないかと思いますね。ぜひ堪能していただければと思います。深掘り、友田牧野の深掘り麺作り。私失敗しないので。 あれだ、こちらがラー麦です。皆さん、ラー麦です。こちらを、はい、はい、この塩と、すいません、乾水、そしてこのお水、この4つの材料で、はい、今からラーメンを作っていきます。溶かしてください。福岡県のいろんな有名店、いろんなお店がこのラー麦を使ったラーメン出してますからね。半分ぐらいのお水をこの真ん中のくぼみに入れていただいて、はい、第一関節を使って猫の手みたいにザーッと混ぜるんですね。はい、これぐらい、はい、あ、OK です。周りから、周りから、はい、はい、ラー麦粉に対しての水の量が最初はこう少なくなるんですね。お、お願いします。結構でもまだ粉の感じですけど、あ、だいぶまとまってきましたね。いい、あー、すごい、あ、こんな感じになるか。あ、そうです、そうです。力いりますよね。結構いりますね、これ。バラバラがやっとまとまったから。はいはいはい。ドン。入りました。入りました。これを今から振るってことですね。あー。あー。いや、でもちょっとね、ラー麦に押されてない？真ん中にかかとを乗っけます。真ん中にかかとを乗っけ、なるほど。はい、でそれをトントントンってこう、ま、回っていただくような感じ。回る。はい、そうすると、あ、自然に外側に広がっていくんで。そうです。すごい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 。いや、でもこうやってこう生地を踏むことによってコシが出るってことですね。ちょっと私たちはこのまま、麺作りを続けますが、その間にラー麦がどうやって誕生したのか、開発した福岡県農林業総合試験場の方にインタビューをしてきましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。深掘り。なぜこの福岡県で小麦を開発することになったんですか。はい、福岡県というのは、全国第2位の小麦の生産地でございます。でただ当時はですね、その作られてた小麦っていうのはほとんどがうどん用の品種で、ラーメン用の小麦っていうのは外国からの小麦粉、これに頼ってたわけですね、ほとんどですね。そこで県ではですね、全国に先駆けて、福岡の、ラーメンの魅力をさらに高めようということでですね、この試験場で取り組んで、平成19年度にラー麦が完成したというわけです。ちょっと見てくださいよ、全然色が違いますね。色も違うし、ちょっと大きさも違いますからね。確かに。でこの小麦はですね、はい、平成20年の秋から県内で一般栽培が始まりまして、現在では500名以上の生産者の方によって栽培をされている。500人もの方が生産されてるんですね。こうラーメン用小麦と普通の小麦って何か
違いとかってあるんですか？ラー麦は麺にするとコシが強い、歯切れが良い、茹で伸びしにくい、色が良いといったような、ラーメンに適した特徴を持ち、現在はですね、その特徴を生かして焼きそば、ちゃんぽんなどの中華麺を利用した料理をはじめ、福岡名物のもつ鍋の締めの麺にも使用されているんです。うわ、ラーメン用小麦と小麦の違いをもっと知りたいなと思いました。深掘り。普通のうどん用の小麦に比べて、この筑紫 W2 号ラー麦ってタンパクを 12% 以上にする必要がある。普通は小麦の場合は、最初に1回肥料をやって、2月上旬中旬にですね、もう2回目3回目の肥料をやるんですけど、最終的に、成長して4回目のほぞろいき追肥、もうタンパクを上げるためだけの追肥を、行います。やっぱりその農家はやっぱ生産してね、まあ野菜なら市場とか、お米なら卸さんに売るだけじゃなくて、福岡県でできたものが実際福岡県民の方に食べてもらえるっていうのがやっぱ一番嬉しいことなんですよね。福岡県内で、まあ、5000トンから6000トン今筑紫 W2 号ラー麦作ってるけど、それがまあほぼほぼですね県内で消費されるっていうのが一番喜びじゃないですかね。深掘り。小麦粉自体もやっぱこうラーメンに適したものとか、うどんに適したもの、またパンに適したもの、多分いろんな多分用途があって、その多分使う人が選んでるんで、やっぱ福岡といえばね、やっぱラーメンも有名ですから、そこにやっぱしっかり力を入れるために麺からこだわろうっていう、やっぱすごいですよね福岡県は。あ、下から出てきてますよ。あー、すごい、これ楽しいです、めっちゃ、目にしちゃいます。はい、いえ、え、うわ、すごい、うわ、すごい、うわ、すごい、これぞ、パスタマシーン、すごい、うわ、すごい、目になっちゃいましたよ、あっという間に。深掘りできました。出来上がりました。完成です。大変でしたね。大変でしたね。実はこのラー麦の麺とラー麦じゃない麺と、お二方に食べ比べをしていただいて、自分たちが作った麺がどちらか当てていただこうというクイズになります。当てれるから。いや、私たち愛込めて作った、ね、愛を込めてるからね。当てれます。当てれますとか言っちゃって。でもですよ、はい、やっぱ麺と言ったら、そうですよ、アキラさん、福岡の麺王子と言ったらもうアキラさんじゃないですか。なるほど、皆さんも一緒にクイズ参加してください。お願いします。わかりました。お待たせしました。うわー、きたー、おいしそう、やばい。ラーメン2種類ですね。2種類、はい、なるほど。じゃあ赤い方からいただきましょうか。はい、赤い方から食べて、召し上がってください。いただきます。いただきます。おいしい。なるほど、おいしいですね。じゃあ白の器、はい、いただきます。あ、待って、違う、なんか違う、なんか違う、ちょっと待てよ。うわ、でもちょっと待って、ちょっと待ってください。待って、どっちだろう。あきらさん、あきらさんも食べてみてください。さあ来ました、食べ比べですね。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。なるほど、うんうん、おいしい。うん、続いてじゃあ赤、あの麺王子のアキラさんですからね、もうね、絶対に分かると思います、うん、あー、美味しい。僕が選ぶのはこちらです。はい、こちら赤い丼の方がラー麦を使った2人が愛を込めて作ったラーメン。なるほど、そうきましたか。僕たちはこっちです。お、めちゃくちゃ美味しかったですもんね。麺がスープに絡むっていうのと、ほんのりと豚骨の後に少しこう甘さが来る感じですよね。さりげなくやっぱ美味しいところが素敵ですね。いやー、もう本当に美味しかったし、あと麺作りもすごい貴重な経験でしたね。本当ですよ、うん、やっ
っぱりその福岡のラーメンの魅力をさらに高めるために開発されたっていう、そのなんか気持ちというか思い、すごい素敵ですよね。ラー麦っていうのが福岡で生まれて福岡で今作られてるっていう、なんか地産地消っていうのもなんかねいいなと思いました。あきらさんとかね、もっとね ラーメンもねたくさん食べていただきたいなと。はい、ではあきらさん、今日の深掘りは無事終了しました。終了しました。以上、現場から牧野と友田でした。バイバイ。深掘り、はい、牧野さん、友田くん、深掘りありがとう。いやー、今回はね、2人も大興奮の内容でしたね。いや、2人が作ったラー麦を使った麺、めちゃくちゃ美味しかったですよ。本当に、まあ、特徴としてのコシが強いだったり、歯切れのいい麺っていうのはもちろんなんですけど、やっぱりラーメンとめちゃくちゃ合いますよね。なんか福岡県民あると思うんですよ、こうラーメン食べた時、これはなんか合うぞっていう、なんか自然にこう体に馴染んでいくような感じ、それがやっぱりラー麦、本当ラーメンのために作られた麺っていうのはやっぱりすすった瞬間分かりましたね。めちゃくちゃ美味しかったです。そして開発者の方、生産者の方々のお話からはラーメンのためにっていう本当に強い思いを感じましたね。そしてラー麦の品質向上のために努力を重ねてきたっていうのがすごく感じることができました。現在ですね、ラー麦を使用した製粉そして製麺の会社はおよそ90業者あるそうでして、200店舗以上でラー麦を使用した、麺を提供されているそうです。ぜひラー麦のあのロゴマークですね、見つけていただいて、お店で提供されているラー麦のラーメン食べてみてください。僕もうどんと同じぐらいこのラーメンを食べていきたいと思います。ラーメンも大好きです。さあ、というわけで今回はラー麦について深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのか、お楽しみに。